ファミコン開幕からぶち壊してくのやめろ。さあ早速相手を椅子洗いしていきましょう。うわ、出たよ。エロ用語全部知ってるつもりのかわいそうな人。童貞はしこって寝てろ。ひどい。まあ今回はほぼ2ヶ月ぶりのプレイなので先般かますかもしれません。そもそもこんな武器出てたにゃな。でもこれ最近追加されたらしいぞ。これで体を挟まれてみたい。お前は何を言っているんだ。ていうかこれ結構射程長いらしいね。武器が長いからね。はサイズが大きいとめっちゃ射程するってどこかに書いてあったよ。ちょっと出してみようか。いいですね。よくねえよ。シコシコピュッピュッ。うわうわキモい。童貞は黙ってプレイ動画を見て勉強しなさい。このフランちゃんが保険の授業をするんだぞ。よし、相手を見つけたから弱点をついていくぞ。時にはさっきみたいに守りも重要だぞ。相手男だぞ。さて、あのお相手さんはなかなか降りてこないね。おい、やっぱり地上はガンガン攻めていくね。だから童貞は黙ってて。はい、おそらく視聴者のほとんどはこの動画を面白いと思って見ることはできないだろうな。でも、タイトルとサムネに誘惑されてしまったのね。でも大丈夫、その先には可愛い私たちという楽園がある。あ、ゴミは始末しておかないと。え、なんでこっち見てんですか。あははー。処女幕を貫通するときはやっぱり血が出るなぁ。そいつ男だぞ。エロ系作品だともう何でもありになるげん。例えば静止が 1km 飛んだりとか。それはおかしい。だから全然大丈夫だよ。あそこに倒れてるのは全然大丈夫じゃないと思うんだけど。明日になったら回復してるさ。多分これは現実だぞ。もう、フランったらエロ漫画の読みすぎ。これもすぐ回復するから大丈夫。しねえだろ。はっはっは、フランったら乱暴なんだから。お前大丈夫だったのか。うん、全然大丈夫。全然大丈夫じゃない。とっとと病院行ってこいこの野郎。そんなことどうでもいいけど味方が3人落ちてるよ。やった。本人がどうでも良さそうな顔してるんじゃねえ。違うよマリサ、私はフランに感謝をしてるんだ。頭おかしいの。さっきの一撃ね、とても気持ちが良かったの。まあね、気持ち良くしたからね。トマゾには効果抜群の私のパンチと拳銃。うん、パンチはまだ分かりたくもないが分からなくもないんだ。拳銃って何。そんなに気持ち良くなるものなの。体を銃弾が貫いて気持ちがいいの。まあな、ちなみにこれは貫通する銃弾だぞ。余計ヤバいやつじゃねえか。はは、私の体が穴だらけ。最後のハート文字おかしいだろ。そんなことどうでもいいから実況しようぜ。この実況狂ってる。いつの間にか相手全員落ちてるね。落ちてるな。2になってから飛ぶのだるくなったんで飛びません。たとえだるくてもこちらは強制的に行かせて意識飛ばせるよ。無理にでも起こすんだけどね。けんフランったら鬼畜だが、それがいい。ウプ主はなんでこの実況メンバーを集めたんだろう。やっぱり私みたいなエッチな女の子を集めたんだろうね。一緒にするな。そもそも私はハレンチじゃないからな。勘違いしてんじゃねえぞ。そんなこと言って夜になったらいろんな男を食ってるんだろ。失礼よ。ここで相手を行かせてからの。あ、やられてる。まさかそれで受けでも狙ってるの。バレたか。バレたかじゃねえだろ。誰も受けねえよ。なんか試合後半まで行くと話すことがなくなってくるよね。そこから試合のことをちゃんと実況していかないとな。てかどさくさに紛れてめちゃくちゃ時間カットしてないか。気のせいですよ。今あのアホ主の声が聞こえたぞ。幻聴ですよ。思いっきり言うじゃねえか。またオッチンだ。ケン下ネタやめてくださいまし。何でもかんでも強引に下ネタに繋げようとするのやめろ。そうでもしなきゃタイトル詐欺って言われるんでしょ。え、何平然と実況に入ってきてるんですか。ヨウムさん知ってますか。初めの挨拶の字幕を見てもらえばわかりますが、最初の挨拶の時に灰色の文字が映ってたんですよ。質問を質問で返すなぁ。この人話を聞く釣らない。なんか喋ってた気がするけど、そんなことよりも試合負けちゃったな。私が喋ってるんですよ。ちょっと健全な私をこんな薄汚い実況に呼ぶからまともな実況ができなかったんですよ。あ、すみません。あなたもそういう類の方かと思っていました。ふざけんな。まず私が呼ばれた理由が全くわからないんだが。そんなの知事だからに決まってんじゃん。